明けましておめでとう。おめでとうなんだぜ。ついに、使う時が来たわね。復活のおじさん。危ねえ。年始を楽しむならやっぱりおじさんよ。動きは掴んできたか？技の変更がスマッシュ以外あまりないからほぼ前作と同じよ。気持ち復帰が弱くなったけど移動回避でチャラだし。レッツキャンセルも健在だしな。ただ大胆な追撃がしにくくなったのと1スト同士の道連れができないわ。ほらー。よーし。さすがの裏剣の威力。さすおじ。というわけでほぼいつものおじさんをお届けしていけたらいいわね。ただし編集量は減った模様。危ない危ない。あれ食らうと場外に不確定だからできれば避けたい。お相手のキャラ解説しなくていいのか？私が遺伝使ったし大体わかってると思うわよ。おじさんここで1スト目撃沈。効果力のぶつかり合いだから試合がスピーディーね。おじさんの効果力が最強ってことを相手にわからせる必要がある。霊夢が使ってた時リドリーの下 D が最強って言ってたのにな。あれはバーストできないからだね。時代はバースト力。無人島がいいのは当たり前だがスマッシュも爽快になったような。火の玉気をつけないと。上強の発生が早くなったからシールド割って魔人剣が決めやすそう。上強強化はでかい。あー気持ちいい。新年初ホッピング。やっぱりメテオといえばこれよ。顔は変わってもメテオは変わらない。技は間に合わないんだけど。技が間に合わないのも変わらず。まあまあ焦る必要はない。ストック有利だしなんなら道連れで決めたい。前にもう使えないみたいなこと言ったが、サンスト戦ならパーセントリセットとかに使えるかもしれんな。あやべ。最高火力を叩き込まれていく。めっちゃ痛い。デモニストだから実質ノーダメージ。理論がめちゃくちゃすぎる。いつも言ってるわよ。いやまあそうだけど。やばい回避し忘れた。追撃しに来てくれて助かったな。復帰で精一杯なことが多いから回避忘れは気をつけないと。よしよし、ここでレッツキャンを。かなり見え見えだが。肝心の二段目が決まらない。グエヌより強いのが良くないか？よーし、これはいい追撃読み。新年初の試合は気持ちよく勝つことができた。ただスマッシュが一度も入れなかった。空中技ばっか振ってて忘れがち。もっと今まで通りロマンを求めていけ。無理でしょ。何諦めてるんだ。静江さんの解説も前回済ませたから割愛するとして、おじさん復帰弱めだからかなり厳しいわよ。違うのは今回は終戦ってとこか。飛び道具の逃げ場がない。あと前回は見れなかったハニワ地雷が怖すぎる。さっき早速食らってたな。確かにそう言われるとかなり厳しいのかもしれない。勝つには火力を叩きつけるのみ。いつも通りだな。いつも通りね。パワーアップしたおじさんに勝てるキャラなんていないよね。だいぶ自信が湧いてきたな。現に私が今有利だし。いやさすがにそれはまだ早い。してなかった。地上も空中も厄介な技が多すぎる。受け身取れんかった。さっきジャンプ使い切ったしこれは帰れないな。有利とか言ってたら速攻で不利になった。フラグ建築うまいですね。うるさい。このおじさんの力でさっさとひねり潰してくれよ。あと多すぎた。どうしてそこでミスるんだ。そこで申し訳ないんですわ。デカパチンコのノックバックがきつすぎる。だいぶ硬直するよな。そしてシレットダウン連食らってるし。そんなに攻撃が通らないからそこまで痛手にはならないはず。その辺はキャラによるだろうな。なぜガード外したし、よりグッドで、ダメか。逆におじさんのホカホカが足りなかった。あ、これは追撃チャンス。え、した？これは、村人と静江さんに許された荒技。追撃を絶対させない復帰だ。いや、二人しかできないような言い方だけど他キャラもできるわよ。そこは気にしたら負け。でかく馬へ振りながら近づくのハマってるのか？これはあれよ、威圧。そんなことしても敵はバーストしないぞ。それもそうよねー。いくらパワーがあっても近づけないことには始まらない。よかった、思ったより飛ばなかった。それよりかなりパーセント稼がれてる。地雷の方しか当たってない。ってほんとじゃん、もう 100%? このストックを落としたらどうしようもなくなる気がしてきた。さすが静江さん、一筋縄ではいかない。これも新キャラで遊びほうけた代償なのか。おじさんを放置するな。これでようやく1ストか。長い戦いになりそうだな。だんだんマンネリ化するからできれば避けたかった。サンスト戦だから仕方危ねえ。空中回避1回までの弊害だな。発売前はいろんな問題が言われてたが何もかもやって起用できたな。よしよし、ほんと移動回避便利すぎる。追撃のリスクはもちろんあるが、それでも強力だな。地雷が増してる。このパーセントで食らったらもしかしてバーストする？当たると結構上まで持ってかれるしバーストありそう。危ねえ。なんか動画カクついたが、今のカクつき何度やっても治らなかったわ。多分他にもカクつくところあるから申し訳ない。今回は A を押してしまったってやつではないのか。さすがに同じミスはやらないわよ。やりかねないと思ったからつい。だけメテを取るべきだったか。ここでついにミスト目を落とす。正直もう後はないと言ってもいい。ここで逆転してか。その反射は前回もしたからもういいぞ。ちょっと何割り込んでるのよ。1回はうまくいったが2回もそう簡単にできるのか。まあやれるだけやればいいだけよ。だけメテオにならない。一応もう1回メテオチャンス。釣り竿で復帰はどうしようもない。復帰方法が多彩なのよく考えたら厄介だな。流れるように技決められるの辛い。回避が間に合わないし。
硬直が、弾を潰すより当たった方がマシに思えてきた。逃がさないわよ、よしよし。でもしかして地雷に対して劣気結構強い？破壊しながら進めるし悪くはないな。気持ちあと隙減ってるし。これは積極的に使っていこう。すごい今更感はあるか。よーし、追いついた。パーセントもまだ余裕あるし逆転できそう。すごくデジャブを感じるけど。最後くらいスマッシュで決めたい、と言いたいけど難しそう。ここまでまだ一度も振ってないって本当におじさん使いか？いやおじさんこんなにスマッシュ振れないキャラだったかしら？霊夢自身が一番知っているだろうに。てかもうボコボコにされてるぞ。その時代は無意味よ。もうお互い残り1ストだからパーセントなんて気にしないわ。先に飛ばせば私の勝ち。いつもの。ただここで道連れが使えないのが本当に惜しい。完全に危ない連れてかれのところだった。ただこれからは自力でなんとかしよう。ここでメテオを決める。ああ当たったのに。でももう一回チャンスはある。よしゃあ。風船のヒットストップで無理やり叩き落としていくヤクザ。これは完璧に決めれたわね。またしずえさんに逆転勝ちか。パワーイズ最強。そして可愛い。トライフォースの争い。ゼルダは今作で大きくビジュアルチェンジしたな。下 B のファントムが設置型になったり弱が連撃になったり変更もちらほら。前作より強くなってキャラも可愛くなっちゃって、これは一度どちらが上か分からせる必要があるわね。どこでそんな対抗心燃やしてんだ。姫は魔王に負けるのが定石よ。負けるというより本来戦えないけどな。ちょっと最初ボコボコにされたけど取り返せたわ。軽そうだしスマッシュで飛ばせるかな。まあ余裕だろうな。追撃は事故りそうだからしないとして。おじさん渾身の一撃は防がれる。ちょっと悔しい。で今の危ない。お返しだ。毎試合メテオを決めていくおじさん使いの鏡。空中技でしか決めれてない気がするけど気持ちいいからいいか。てかファントムほんと怖い。いつ飛んでくるかわかりにくい。一撃 30% はでかい。いやバーストで決めてくれよそこは。ここに来てようやくスマッシュを当てたのよ。当てるまでの時間が長すぎる。スマッシュ全然振らないって前作じゃ考えられないな。剣を持って威力は上がったけどちょっと好きだね。特に上スマとか連打しにくくなった。範囲が広くなった代償だな。乱闘で使うと簡単に当てれて楽しいわよ。全員おじさん乱闘がさらにカオスになりそうだ。積極的にレクオに足振ってるけど前作よりやっぱ使い勝っていいかも。パッと見ても通りな気がするけど。よーし、発生が劇的に早い。君昔のおじさんの声が聞こえた。ゲストとして特別に声を当てていただきました。にしても上強かなり実用的になってる。シールドの減りが早くなったから割りやすくもなっていい。ここぞという時におすすめ。お新キャラだ。クロムだな。個人的に剣を持ったりトルマックって勝手に呼んでる。やめて。ほぼほぼロイと同じ性能だが上にだけアイクの天空仕様になっている。初期の頃は最弱とまで言われてたが今は上位にいたはずだな。ちなみに残念だったな、はこいつのことである。まあ初期の評価なんてあまり当てにできないよね。お互い復帰弱めキャラ同士仲良くしていきましょう。横の復帰が弱いだけで盾はかなり強い部類だけどな。その横も移動回避で少しカバーできる。全然弱くなくない？ジャンプ残ってたか。残ってなかったら帰れないと考えたら横はほんと回避だな。なんとか搭載できた。距離が遠すぎて追撃できない。マックと違って空中も強いからなるべく障害に出したいところ。まだ前作ほど受け身取ってくる人いないから下強に繋げやすい。もちろん霊夢は練習したよな。そりゃもちろん。ただ全然おじさんとマコラー。さすがの威力だー。ところで今の VIP の最低基準はいくつなんだ？この動画撮った時は260万だったわ。VIP手前で負けるとフリーザ様一人分の戦闘力持ってかれたりしたわ。5分の1持ってかれるのはでかいな。増える量も低くはないから危ねえ。今レッキャンで回避出したのか。ちょっと高度な技したら逆に危なかった。あれで崖はつかめなさそうか。とここで1人目を失うと、ロイだったら生き残ってたがクロムは先端がない。つまりどこに当たっても効果力。気を取り直していくか。うわ受け身取られた。本来取られるのが普通の世界だぞ。そりゃそうか。あまり高望みしちゃダメね。足が当たってない。あれ剣に何も当たってるんだろう。ここで飛ばして追撃を狙う。よーし。崖受け身は取られなかったか。正直そっち方向に飛ぶとは思わなかった。ともかくこれでしばらくは安心。クロムのパワーを考えたらここから全然逆転あるぞ。おじさんもパワーがあるので問題なし。低パーセントは下投げクエヌが安定して入るから美味しい。前作よりは確実に入りやすくなったな。いつ食らっても横スマは痛い。むしろ痛くない横スマってあるか。ロイの横スマかすあたりなくはなかった。回避忘れた。危ねえ。復帰で精一杯だから見えにでも当たりそうで怖い。メテオ食らったのが今でよかった。本当に安心したいならまだミスト目を犯したくないところ。セーフ。別編してなかったら間違いなくバーストしてた。別編するかしないかで全然違うほど重要なテクニック。でもまだ帰れるんだこれが。同じ手にはかからないようにな。危ない危ない。欲がアキャンで掴み出してるけどクエヌの方がいいのかな。掴みより数フレーム早く出せるらしいな。手はなかなか抜けないけどうまく。
ちょっと甘えたレッツ客多くない？さすがに駆られすぎだとは思ってる。でもまあパーセントは十分稼げた。あとは横に遠く飛ばすかバーストさせるのに。ここは慎重に行けば必ず隙が。慎重とは？回避いらない。あ、なんか決まった。それでハミナさんご一緒に。残念だったな。移動回避してなかったけど、しても帰れなかったかな。多分高さが足りてないかも。それでは今回はここで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。次回もゆっくりしていってね。新年の始まりと同時におじさん新シリーズも始まったわ。もしかしてこのために貯めてたのか？そうだったりしたりしなかったり。次回はもっと派手な激痛を狙っていきたいわね。